ボーイング B747 から200回ボーイング747から 273C スーパータンカーエバーグリーン航空はオレゴン州マクミンビルに本社があった航空会社である発祥は1960年にオレゴン州ニューバーグに設立されたエバーグリーンヘリコプータズ社で1974年にモンタナ州水浦に本拠があった山火事消火を得意と する、ジョンソンフライングサービスを吸収して、固定翼の非定期航空会社となる。同年、アリゾナ州マラーナにあった、インターマウンテンアビエーション社の業務を受け継ぐ形で、マラーナエアパークのリースと大規模の航空機整備、保存、改造業務を、エヴァグリーンエアセンターとして始める。アメリカ軍と、アドホック、民間定期チャーターよび、自社便を運航。アメリカ国外にも多数運航し、 海外では、香港国際空港をハブ空港としていた、L-188、DC-3、C-46 DC、DC-9 から15、30、DC-8 各種、B727 から100、CV580、B747 から100、200、400等を運航。持ち株会社のエヴァグリーンアビエーション社は、 航空機運航の他にクリスマスツリーや苗木を育成するエバグリーンファーム空港地上支援業務のエバグリーンイーグル航空機のリースバイバイ仲介するエバグリーンにイーする等多角の業務に携わっていた2010年代に入り軍需縮小不景気財政難等の理由から2013年12月31日に連邦倒産法第7条を申請し会社は運航停止倒産 後に解散。なお、中華民国の大手航空会社エバー航空は、親会社が、超英海運であるが、エバー・クリーン航空とは全く関係なく、社名も混同を避けている。ダグラス DC-8 から61ダグラス DC-9 から15ボーイング727から27。 C ボーイング727から46ボーイング747から121ボーイング747から 273C ボーイング747から212バイトロッキード p 2 e ビーチクラフト1900ボーイングが保有する航空機体部品を運搬する専用の大型特殊貨物機747から400リットル CF 型4機の 運行は2010年7月まで同社が自宅していた。マクミンビルにエバー・クリーン航空博物館を設置しており、ハワード・ヒューズの H-4 ハーキュリーズを展示している。1986年に撮影された N816EV1978 年に撮影された N931 回詳細は、エバー・クリーン航空17便墜落事故。 参照詳細は、日本航空 46E 便エンジン脱落事故。参照、ありがとうございます。